ヒロアキが FM802 からお送りしていますレッドニックス。さあ、この時間お迎えしているゲストはこの方々、自己紹介をお願いします。どうも、ワンオクロックボーカルタカです。ギターのトールです。はい、よろしくお願いします。お願いします。久々の登場ですよ。はい、お久しぶりでございます。嬉しいです、はい。1月の11日にニューアルバム Ambitions がリリースとなりました。はい、もうファンの方、そして業界関係者を含めいろんな人から感想なども届いたかと思いますが、はい、どうですか、手応え。いやー、僕ら的にはかなりの自信作だと思ってるので、うんうん、非常にいろんな人が、まあ、聞いてくれたっていうお話も聞いて、嬉しいですね。はい、今のところまだネガティブな感想は来てないです。うん、まあ、一つも来ないと思いますけれど、はい。さらに進化を遂げた2年ぶりの新作でございます。はい。はい、もう壮大な、スケール感ですよね。そうですね。今回はかなりまあ、今までのそのワンオクロックが、まあ、今年でメジャーデビュー10年になるんですけど。いやと思う。ね。まあ、僕らも年月を忘れるぐらいずっと活動してきてる中で、やっとこう、アメリカでのレコーディングっていうことを前作で初めてこう、することができて、で、その後、今回のこの作品で自分たちがもう、ほぼほぼこう、なんていうんですかね、自己プロデュースっていう形を取りながら、自宅のスタジオで、まあ、3ヶ月間こもってひたすらアルバムを作るっていう、すごくこうオーガニックなやり方でこのアルバムを制作することができたので、やっとここに来て自分たちがまあ10年前にこう思い描いてたそのバンドの理想の形というか、そういうなんかこう理想の今のこの体制が整った状態でのアルバム制作だったので、やっとだなっていう感じはしますけどね。はい、何千人何万人っていうオーディエンスがいる会場で映える音だなと思ったんですけど、はい、ありがとうございます。そういうなんかスケール感は意識しました？そうですね。まあ、初めて日本武道館をやらせていただいた時から、まあ、アリーナだったり、うん、本当に大規模な、その、まあ、お客さんがいるところでのライブっていうものをすごく意識するようになって、まあ、そこから僕たちのその、まあ、テンポ感だったりとか、まあ、ギターのリフだったりとか、そういう細かいところにもですごくこう、まあ、目を向けるように制作をしていったんですけど、ここまでちゃんとこうメンバー全員ががっちりそういうことも意識して、そしてまあ歌もそうだし、まあ音もそうなんですけど、そういうところに意識を置いて制作したのは多分今回が初めてじゃないかなと思いますね。はい、まあ、海外でレコーディングをし、海外のプロデューサーと一緒に仕事をするというところで、はいはい、まあ、その影響もあると思うんですけど、やっぱりもう日本の他のバンドにはない音だなという感じがもうまず一発に感じたことだったんですけど、はい、まあ、その要因がいろいろあって、例えばですね、曲が全体的にどんどん短くなってる。あ、それはあるかもしれないですね。前作よりさらにですよ。はい、はい、4分超えの曲ほとんどない。ないですね。4分超えてる曲も最初の30秒と最後の30秒が余韻だったりして、はいはいはいそのなんていうんですか、構成っていうのはプロデューサーの方と話し合ってするものなんですか？うん、これアメリカの基本的にこうロックの文化というか音楽の文化がやっぱりまだラジオの文化なんですよね。だからやっぱりそのラジオにかけやすい分数っていうのが大体多分その3分ぐらいなんですよ。だからそれの影響をもろにこのずっと、もともと僕らも長い曲作るタイプのバンドではないんですけど、うん、アメリカに行くことによってさらにそうなってったね、多分ね。そうやね。大体日本でこう今までやってたのは今のこう大体尺のイントロやった倍なんですよ。二回しぐらいやってるんですけど、それはもう半分ぐらいになってます全部。ギターソロとかほとんどない。そうですね、今回ね。でまあちょっとライブアレンジで、うん、それはそれで作っていけたらいいなっていうところで。確かに、まあ洋楽の曲っていうのは基本的に我々の中でも短いっていうイメージがあるんで、はいはい、日本の曲と比べるとね、はい、そういうところで言うとワンオクロックもそういう方向に行ってるなっていうのをすごい、はい、その数字でも感じたんですけど、でも曲のテンポが遅いわけでも早いわけでもなく、はい、それはそれほど今までと変わらないような気がしたんですけどね。そうですね、うん、まあ基本的にはこうなんていうんですかね、こう重いビートもまあ、早く聞こえるような曲も全体的にこうアルバムを通した時に、うん、しっかりとバラードもその中にこうちゃんと入ってくるというか、まあなんかストーリー性はまあ結構僕らの中ではある方のアルバムかなと思うんですけどね。勢い任せのアレンジじゃなくなりましたよね。そうですね、まあ僕らももう28になりましていろんなことのそのなんかこうジャーってやってジャーっと撮るみたいな、そういうところからだいぶこう一個一個突き詰めて制作していくっていう、そういうスタイルに多分ちょっとずつ変わってるんだと思うんですけど、
僕が今回のアルバムの中でお気に入りの曲の中に、ロストイントナイトって曲があるんですけど、はい、これなんかは例えばもう数年前のワンオクロックだったら、はい、もっと激しいというか、うんうん、例えばリメイクみたいな、はい、ああいう感じのスピード感の曲になりそうな気もしたんですけど、はい、それをこのアレンジで、はい、これも激しいんですけど、なんか全体的に以前とは違う匂いがしたんですけどね。そうですね、メロディーの部分では多分全然変わってなかったりするんですよ、うんうんうん、他のその部分でかなりテンポも、まあこの本当にこのメロディーで昔自分たちが作ったらもうちょっと速いテンポになってたと思うんですけど、まあやっぱりそこはこうアメリカの感じが、まあ、出てるのかなという気はしますよね。はい、先ほどスケール感という話を僕しましたけれども、そのスケール感といえばその、ね、シンガロングみんなで歌うパートがほとんどの曲に入ってる、うんはい、だけじゃなくって、はい、曲の始まり方とか、はい、終わり方が、うん、とても凝ってるなと思ったんですよ。なぜこの音から始めた、はい、みたいな、はい、その辺はメンバーで話し合いながら試行錯誤があったんですか。特に1曲目2曲目かに関しては、やっぱりなんかいつも自分たちの始まり方って、うん、ドーンとこうギターの音とかでやってったりとか、まあ、リフで始まったりっていうのが多かったんですね、歌始まりとか、うん、なんかそういうところじゃないアプローチの仕方は結構曲はできてるんですけど、まあ、プロダクションの部分ではかなりいろいろ試行錯誤して、ああじゃないこうじゃないっていうのをこうスタジオでずっとやってましたね。曲がもう出来上がってんのに、はい、なんかその細部のアレンジに何時間もかけたりするんですか。うん、うん、一日じゃ終わんない日もありました。そうやね、なんかどっか納得いかないところが、うん、なんかしっくりこないよねっていう話をずっとしながら、うん、いろんなそのアーティストの曲を聴いて、はい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 、あこういう感じの音もありだなとか、うん、逆にロックにこの感じのテイストまだ入ってきてないからこれでもいいんじゃないかとか、まあ、いろいろ試しましたね。例えばボンボヤージュって曲ありますけど、はい、この曲なんか最初に30秒ぐらい SE があって、そうですね、いつ始まんねやろって思いましたこれ最初からこんな感じだったんですか。最初どうだった、こんな感じだったっけ。初め俺ちょっと伸びたかな、うん、なんか結構全体的にそういう頭に SE っていうか、うんうん、ありますよ。ちょっとこうストーリーがつく曲が多くなってるんですけど、まあ、結構もう1曲目からこうずっとつながってる感じのあれはありますよね、アルバム通してストーリー性的に、うん、なんかドラマチックですよねそういう展開も含めてね、うん、はい、はい、まあこういう曲をまたライブで披露するとどういう感じになるかなっていうのも楽しみなところなんですけど、はい、まあ、35が出てあれで、まあ、あのアルバムの時に明らかにその海外に目を向けるっていう方向に舵を引っ切ったわけじゃないですか、はい、このバンドが、はい、でそのアルバムを日本のオーディエンスの前で披露するツアーをやって、はい、どんな手応えがあったんですか。まあ、僕ら的にはやっぱりその自分たちがミュージシャンとして作った音よりもワンオクロックっていうバンドがまだ勝ってるなっていう印象がすごく強くありましたね。なんでその自分たち自身がまだ自分たちの作った音楽をもうなんていうんですかね、外から見てると多分食っちゃってるのかなっていう、だからそこに曲がどうのこうのではなくてバンドのその力っていうものがすごくお客さんに伝わってってたんだなと。でそれを今考えるとやっぱすごくいいことだったなと思いますし、あそこでもしその自分たちのバンドの力がこうなくてですね、あのアルバムをツアーで披露したりとかしてたら、ひょっとしたら今までの本当のこうワンオクロックを応援してくれたお客さんも結構な数減ったと思うんですよ。でもそれをこう自分たちがやっぱりこう踏みとどまって、いやさらに行ってやるぞっていうその自分たちの気持ちがさらに今回のアルバムにもつながってると思いますし。なるほどね、はい、へえ、というわけでじゃあここで一曲お送りしたいと思います。まあ、今回のアルバムはとにかくシンガロングが多いんですけれども、はい、中でもこの曲は大変印象的な、はい、ね、10代の若者と一緒にレコーディングが、そうですね、行われたナンバーを聴いていただきたいと思いますので、曲紹介をいただけますか。はい、それでは聴いてください。ワンオクロックで We Are。はい、ヒロアキが FM802 からお送りしていますレッドニクス。この時間はワンオクロックのタカさんとトールさんを迎えしています。後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、今みたいな曲がライブでどんな風に響くのか、簡単に想像つきますけどねむしろね、いやもう目に浮かぶもん。本当ですか。今回でもライブでこうどんな照明でとかっていうのもなんかイメージできる、うん、音だなと思って。そうですね、曲がそうだな分すごくそういうところは逆に分かりやすくなるかもしれないですね。うん、海外でライブをするようになった時に、はい、
まあ、当然それまでのワンオクロックの曲をやったと思うんですけど、はい、海外で披露して、あ、日本でやるよりこういう曲がウケるんだって思ったような過去曲はあるんですか？いっぱいありますね。そうやな、うん、なんか手応えとして、あ、この曲日本でやるより海外でやった方がウケんなって思ったら、例えば何がありますか？なんだ、何が一番、何やろ、35のアルバムやな。はー、そうだね、やっぱりそのディシジョンとかもは全然やっぱり海外でやる方が盛り上がりますね。なんかすごくやっぱり完全にノリが違うんだと思うんですよね。そう、面白いですよね。それはあの昔のラウド寄りの曲みたいなのは、はい、海外のライブでやってもそんなに求められてない感じがするんですか？あのね、昔の曲を逆にほとんど海外ではやらないですね。あ、やってないのか、はい、はい、なんかこう自分たちを知ってくれてるお客さんたちは多分やってほしいんだと思うんですけど、うん、それってすごくまだあのクールジャパンというか、はい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 、で僕らは逆にそこじゃないところでっていうところなので、まあ、本当にこう海外でレコーディングをした曲っていうところからのスタートになってますかね。なるほどね、はい、はいはいはい、もう日本のバンドとしてあんま見てほしくないっていうところがあるわけですね。そうですね、まあなるべくそのフラットに見てほしいなっていうところありますね、うん、はい、最初に海外に出てった時ってどんな心境だったんですか、うん、皆さん。いや、悔しかったよね、うん、特にアメリカは、実はアジアとかヨーロッパはもうなんか完成されてた感があって、もうすでに自分たちを待ってて、はい、はい、でそれはすごく嬉しかったんですけど、同時にこうアジアなんかで言うと見た目はほとんど僕らと変わらないわけですよね、うん、だから言語が違うっていうのと、だからやっててあんまり日本で伝わってるのと実はちょっと違和感がない、同じぐらいなんですよ、うんうん、でヨーロッパに行くと、わあ、全然見た目も違うし言語も違う人たちがこんだけ待っててくれてるっていう喜びとともに、それを持って今度アメリカに行くと、まあ、ヨーロッパの人もアメリカの人もそんなに今度見た目が変わんないじゃないですか。見た目が変わんないのにこんなに全然反応が違うんだっていう、ちょっとどんな反動なの？最初はやっぱりアメリカの人たちはワープドツアーが僕ら一番最初だったんですけど、あー、うん、ワープドツアーか、ワープドツアー、ね、悔しかったですね。アウェイだったってことですか？完全にアウェイでしたね、うん、まあ、それこそだから分かりやすくクールジャパンのファンがいるっていう、はいはいはい、だそれをこうね、こう横目でこうへーみたいな感じでこう通り過ぎていくのは、なかなかバンド結成して久々の体験だっていう、だというか、はい、それも一本じゃないですもんね。ほ、そうです、毎日何十本もそうですね、そういうライブをな、 やり続けなきゃいけなかったんですもんね、はい、まあ、その時味わった悔しさがその後のあの音源制作にちょっと影響してきたんですかね。そうですね、うん、まあ、あのその時に仲良くしてくれたバンドは本当今でも仲良くさせてもらってますし、うんうん、逆にこうちょっとケッみたいな雰囲気で見てきたバンドに対しては絶対超えてやるっていう気持ちでやってきたんで、うんうん、なかなかそこら辺のこう気持ちっていうのは切れずにまだここまでやってこれてる感じはしますね。まあ最初はみんなやっぱり悔しさからスタートするもんなんですかね。そうですね、僕ら特にこのバンド自体が日本で始まった時はそういう気持ちがもうほぼ100ぐらいの気持ちであったので、うん、まあ逆にこのタイミングでまたそういう気持ちを持ってて海外でできるっていうのはすごくあの幸せなことだと思ってますね。今後の活動にもご期待いただきたいと思いますけれども、せっかくですからですね、メンバーの皆さんのこう、まあ、音楽以外のお話も軽く聞いてみようかなと思って、はい、例えばですね、お二人が人からよく注意されることは何でしょうか？あ、遅刻かな4人とも、まあそうですね、おのおのですね、はい、僕もそうです。じゃあもう集合場所に4人とも来ないみたいなこともあるんですか？4人はまだないですね。まあ誰かは来てるんですけど、はい、それがまあローテーションでこう遅刻していく、はい、全員って珍しくないですか？誰かすごいきっかり来る人いるでしょ？いやバラバラですね、結構バラバラですね。だから誰かが遅刻してもまあ基本誰も怒んない、怒れない、はい、自分もやるからね、はい、まあなおそらあれですね、レコーディングはじゃあもう家がいいですね。そうですね、間違いないです、遅刻ないから、はい、起こしに行けるからね。そうなんです、はい、そして、お二人の自分の部屋の一番のお気に入り。自分の部屋の一番のお気に入り、なんだろうな、俺はベッドですかね。あのなんかこだわりありますか？うん、いや、あのマットレスをちゃんとしたのをあの引っ越した時に買って、それまであまりベッド興味なかったんですけど、はいはい、そこで寝るとやっぱり気持ちいいんですよね。あの枕も結構、あ、そうなんですよ、枕もそうセットで買ったんですけど、はいはい、もうでもそれにしちゃうと今度海外ツアー行った時にやっぱりちょっとあの外国人用の高さの枕とか寝づらくて、あの持ってってます。あ、やっぱり、はい、他のメンバーの皆さんはどうなんですか？枕ですか？寝具っていうんですか、僕は持っていかないですね。
逆に一回持っていったらずっと気になりそうなんで。まあそうですよね。まあでも考えてみたらワープドツアーなんてバスで寝るんでしょ。いややばいです、ワープドツアーってか全部ツアー、はい、バスなんですよね。あのもうホテル泊なし。たまにあります。たまにありますけどね、そのデイオフの時は。もう移動じゃない、揺れないベッドで寝られるだけで幸せみたいな。はい、その通りです。じゃあその時を耐えたらもう大体のベッドはもう大体いけます、ね、そうです、ね、いけるようにはなる。はい、でもバスによってもあのマットレスの硬さは違うんですよ。あ、そう、あの同じバスじゃないんですか。そう、違うんですよ。だから当たり外れがあって、はい、そね、柔らかすぎると本当に腰痛なるんで。へえ、柔らかすぎる場合もあるんですね。はい、結構大事なんですよ。なるほど、はい、まあまあアメリカでツアーをやるとタフになると聞きますが、はい、はい、ではですね、今後の予定もお伝えしておきたいと思います。ワンオクロックのツアーですけれども、ジャパンツアーは、2月から行われます。和歌山ビッグホエールで2月22日、そして大阪城ホールが2月25、26、そして3月18、19と神戸ワールド記念ホールで行われます。あのアメリカでその前にライブがあるんでしたっけ。そうです、もう1月にアメリカのツアーがあった後に、はい、日本に持ち帰ってくる感じ、そうです。なんか意気込みをぜひ聞かせてください。そうですね、まあ、アメリカのツアーは、まあ、あのすごく小規模なツアーではあるので、まあ、このアルバムを持って挨拶しに行くっていう感じなんですけど、日本のツアーは本当に久々なので、うん、あの自分たちのこのアルバムのタイトルでもあるアンビションズって野望をしっかりと皆さんにお届けして、そして、まあ、そこから皆さんが逆にその野望をこう受け取って自分の野望につなげていければいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。トールさんからもなんか。そうですね、もうとりあえずこのアルバム聴き込んでもらって、みんなで一緒に歌えるとこを歌って最高のツアーにしたいなっていうのは思ってますね。3ヶ月あるんで、歌える箇所がいっぱいありますから。そうですね、いっぱい覚えてきてほしいですね、はい、ぜひ、はい、はい、ではですね、アルバムから1曲お送りしたいと思います。これは僕からリクエストをさせていただきました、はい、僕の大好きな曲です、はい、曲紹介いただいていいですか。はい、はい、それでは聴いてください。ワンオクロックで Lost in Tonight。